エディターのお魚ちゃんです。今回は何かというとあれを紹介したいなと思います。あれをっていうと、まあ今回もね、東京オートサロン動画に なるんですけど、まあね、こういうねイベントだからこそのこういうの次は紹介したいなと思います。ね、普通の車、そしてカスタムカー、次レーシングカーです。はい、今回はね、マツダスピリットスポーツっていうねチームでね、出展してたマツダさんの車2台ちょっと紹介したいと思います。まずマツダ3とマツダ2、それぞれね、あれはバイオマスを使ったカーボンニュートラル燃料を使った車なんです、ね、トヨタさんとかスバルさんとかと、ね、合わせて、まあ、トヨタさんすごいことやってるんですよね。あれは水素エンジンに、まあ、未来のパーツを、ね、未来の水素タンクをつけて走らせたし、まあ、あとは、まあ、ユーグレナさんって会社のバイオマス燃料を使ったところが今回のモデルになるんですね。そんな感じなんですけど、まあ、あとはね、スバルさんはエタノールだったかな、うん、そういうのだとかねっていうのあるんですけどね。それでちょっと強いスーパー体重で走らせたということでね、いや面白い車だなってちょっと思ってます。はい、そういうのもできたということでね、まあ同じ15巻だったけどね、まあ、すぐそばではねアウトドアショーやってたところで見てたというところであるんですよね。まあそれはいいか。はい、どうぞ。レーシングカーになるんだけど、マツダスピリットレーシングさんのね2つの車をちょっと紹介したいなと思います。
まずはこれはマツダ2ね、これで新刊にはないんですけど、いやこれも小さいながらにすごいなっていうところで、まあスーパー耐久の車なので実際一人だけにはなるんだけど、やっぱりね全く違う車になっちゃってるなっていう印象が強いです。それでもって、まあ元々の色は赤だったみたいなんだけどね、はい、こんな感じかな。やっぱエアロとか違うな。一つは、まあ、これはマツダ3ですね。まあ、マツダ3のファストバックをベースにした車です。やっぱね、これもこれでかっこいいなっていうのもあるし、まあ、マツダスピードレーションの3レースもあるしね、うん、やっぱ存在感違うなっていうところで、オーバーフェンもしてあるし、まあね、レース規定に合わせた収入になってはいるんですけど、やっぱ違うね。
車は、まあバイオマスの燃料を使って走ってる車なんですけど、まあね、まあ、それぞれによって、ね、違うなっていうのもあるし、まあ、これは、ね、あの空気圧入れて、あれジャッキのやつなんだよね、うん、それとかいろいろやっぱり改造はされてはいるんだけどね、やっぱすげえな、はい、そんなところですかね。最後まで見ていただきありがとうございました。本当にね、かっこいい車だなというところはあるしね、本当にこれから先、ね、持続可能な社会を作るということでね、もうマツダスピリットスポーツということでね、スピリットレーシングの車であるんですけど、まあ、かなり面白い車を見させていただいたなっていうのはありますね、うん、あとはね、マツダ2とマツダ3、マツダ2はこれからね顔がちょっと変わるんであれなんですけど、まあ変わる前の車だったんでこれが好きっていう方も結構いたと思うけど、実は一部こう雰囲気だけちょっと残るグレードがあるので、欲しい方、これから欲しい方はそっちもいいかもね、うん、マツダ性がそのまんまだからな、まあいろいろ言われてますけどね、ディーゼルが使い物にならないとかね、あのなかなか売れないとか、まあ言われなくなったけどやっぱマツダ地獄とかもあるしね、うん、まあいろいろあるけどね、うん、でもやっぱり乗ってみると価値はあると思うな、でもかっこいいから見えたいのかなっていうのもあるけどね、はい、じゃあこれとチャンネル登録していただければありがたいです。ではおさらいします。